フェルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は高い火力と範囲攻撃で敵を圧倒しつつ人生削りにも適した虚数アタッカー陰月を普通プレイ試験で解説となります。虚数のアタッカーとして陰月くんが来ましたね。列車組の覚醒後の姿ということで期待値が高いキャラかなと思います。今回は陰月の持ち武器も引けましたので育成や使用感についてそのあたりの感想を踏まえて紹介していきたいと思います。最初に結論を言ってしまうと個人的には引いてて損がないキャラとなりました。ただし育成難易度が高めなのが課題かなと思います。戦力にするまで人によっては時間がかかると思いますね。その原因というのが胴体の会心率を会心ダメージに変えれるかっていうのがダメージに大きく影響を与えるからです。そこまで育成を頑張らないと SP 消費と火力が見合わないなっていうのが正直感じたところですね。それでは性能面などの紹介をしていきたいと思います。陰月に関してはスキルポイントを大量に消費して自身の通常攻撃と範囲を強化するのが特徴です。ヒット数も多く人生削りに向いている虚数弱点の敵に対しては徹底的に猛威を振れるアタッカーとなります。ただし防御力がとても低いっていうのがあるため打たれ弱い一面がある神アタッカーでもありますね。それではスキルなどについて紹介していきたいと思います。まず秘技に関してですが自身を強化した後敵にタックルをしてダメージと逆鱗を獲得します。SP を抑えて戦いたいので秘技は積極的に使いたいところですね。ただし必殺技が溜まってたら開幕発動で激鱗をゲットできるので EP 量で使い分けるといいかと思います。続いてスキルは通常攻撃の段階強化となります。火力を出すには2段以上は狙いたいところです。またマフをしっかり乗せるなら3段強化を狙うのがおすすめです。これは攻撃のヒット数に合わせて発動するためですね。ただし攻撃が終わった後にマフはなくなります。攻撃の後半の火力アップという感じですね。続いて必殺技は範囲攻撃となります。発動後逆鱗が2つ獲得できるため SP 管理を和らげる要因となります。ターンが回ってくる前に発動して激鱗をゲットしスキルで攻撃っていうのが主な行動パターンとなります。パーティー全体の SP が辛かったら EP 効率を上げて必殺技を回すのもありですね。1ターン分ぐらいなら短縮につながります。その他の強化に関してですがテンペや追加能力に関しては火力を上げる強化が多いので早めに解放や強化をしていきたいところです。強化の優先度はスキル、必殺技、テンプになります。高円錐と異物のおすすめはこのようになります。高円錐に関しては会心率が漏れるかどうかで持ち武器がいいかどうかという判断になってきますね。個人的には厳選がかなり難しかったのでガンマン・アレッジの2セットで組んでます。まずは会心70を目指すのが一番大事です。70を目指す理由は星々をつけたいからです。足の速度に関してはパーティーの回転に合わせて使うっていうのがいいですね。陰月だけが早いと SP 枯渇が常に起きるからです。 EP 効率は必殺技の回転が上がりますので SP 枯渇をちょっとだけ抑えれる要因になります。ガンマンと宇宙ステーションの組み合わせっていうのもありですがアレチと星々の方が火力は出ました。アタッカーとして優秀な陰月なんですが注意もあります。壊滅キャラっていうのがありますので孫悟に続いて実は2番目のヘイト値が高い設定となってます。で陰月に関しては全キャラの中でも防御力が低いっていうのがありますのでオートだといつの間にか体力ゼロっていうことはよくありますね。 HP 管理もしっかりしていかないと難しいキャラクターだなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。ご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。